はいどうも、パラプンテージェルサッカーチャンネルのつっつんです。どれ、今回は緊急告知ということで、まあ、サムネ出しておりますけれどもね、えー、そう、裏木チャンネルさんの忘年会にお呼ばれされましたという、まあ、告知というかね、えー、報告になってきます。明日ですね、もう明日なんですけどね、えー、12月27日水曜日21時スタート、まあ、9時ですね、スタートというところで、これね、あの、2時間やるらしいですね、えー。2時間ほどね、やるということで、まあ、僕もね、えー、まあ、この間の動画で でですかね、この間結構前か、えー、今月最初のぐらいの動画で、ね、バセドウ病というところで、あんまりこう、ね、もうしゃ喋るのがね中ちゅう話はしていて、ちょっとしばらく生放送はできないし、まあ、そういうことで、実は生放送、まあ、試合の同時視聴生放送とか、えー、できてませんでしたみたいな話はちょっと、ね、したんですけどね、まあ、だいぶ、ね、薬で症状が治まっていて、本、ま、当、あ、薬ですげえなっていうのは、えー、思ったんですけれどもね、ね、まあ、でもやっぱこう、ね、調子の波はあるんですけど、いい時悪い時はあるんですけども、だいぶ、ね、調子がいいということで、まあ、それならもうね、 出ようううととさせてもらうというところでやっぱこうね、呼ばれるうちが花というかね、呼ばれるうちが花みたいなのがありますんでね、ちょっとね、体調もっといいんでね、出させてもらおうかというところでございまして、まあ、明日楽しみです。ほんと1年ぶりですね、えっと、1月かな、1月のーシーズン開幕前の新年会かな、でお呼ばれして、なんかギアクマキスがえ来るんじゃないかみたいな、ほんとギアクマキス中ね、言葉が初めて出たぐらいの時になんかね、ちょうど動画に出た記憶 ああ生放送かに出た記憶はあるんですけどもね、えー。ということでございまして、まあ。 明日ね、2時間、えー、頑張ってきます。本当、ね、僕も楽しみですけどもね、えー、一応、その、出演者さんとしては、僕以外では、あの、グーシーさんですね、えー、グーシーさん、そして、えー、にゃんにゃんチャンネルさんですね、が出られる。そして、もう一方ですね、ひろかさんっていう方ですね、まあ、ひろかさん、Vlog とか撮れてる方でございまして、まあ、えー、僕もね、動画とかプロフィールとか、ちょっとね、見させてもらったんですけどね、ああ、Vlog ってやっぱこういうのが Vlog だよね、一応なんかね、ああ、僕がね、こう、サッカー観戦旅行みたいな、ね、あの動画、 あとは全くクオリティも、えー、天土地運営の差はまあ、えー、ってところでございましょうかねいや本当ねすげーなっちゅう感じがしてあ編集ってこういうのを言うんだよね中なんかね僕も思ったんですけどね 本当ね、世の中いろんな方が活動されていてね、よく裏切チャンネルさん見つけてくんなーっていうのもね、ちょっとねえ、思った次第にはなってきますけどもねいや、本当ね、楽しみでございます。まあ、何か爪痕残そうとかえ、全く思っておりません。本当ね、今後も呼んでもらえるんですけどもね、えー、頑張っていこうと思っておりますけどもね、まあ、ちゃんとね、これグーシーさんとかね、ニャンニャンチャンネルさんとか、こうね、場を和ませてくれる方々がいらっしゃるんで、もう僕はね、そういう意味ではもう何のプレッシャーもないわけではないか、えー、プレッシャーがないわけではないんですけども、だ にゃんにゃんチャンネルさんとかね、えー、グーシーさんがいらっしゃるんで、まあ、僕はね、そのね、えー、方面の方はね、お任せというところで、本当僕はもうゆっくり、えー、本当視聴者さんの気分でね、えー、楽しませてもらおうと思ってますんで、明日よろしくお願いいたしますと。えー、うごい、以上、パラブンテージルサッカーチャンネルのつつんでした。よかったらチャンネルマッソナ